ルで一番のチアリマジャンラサルドンゆるのスタイルということで本日は最強は誰だ歴代進行トーナメントよいしょ2日目2日目ですねはいということで2日目ということでですねだってこれデイフォーまであるじゃんいやもうあるよもうあるよなということで現在デイチューブですね、はい、歴代のデュエルは主人公ね勝負君から始まり勝ったジョー・ビン、うん、このね4人をイメージしたデッキをねこれ4人で使いましてへへトーナメントで最強の主人公を決めようという企画を勝手にやっておりま す, やっております。とんでもないぞこれはアニメ側に評価を取るまでもなくもうすごいね背負った企画なんですけど、はい、というわけでねあの 1試合目は昨日上がりまして僕とサクさん戦いました。その結果はねぜひね動画の方で見てください。本日は第1回戦第2試合目としてチアリ改めジョアリジョアリじゃあ俺以外のこともやってよすいませんあのジョーのデッキを使うチアリですね、はいはいはい、対するは勝ったのデッキを使うムーちゃんとはい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 もうカッチャンになっちゃうから普通なんだよカッチャン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 ルルがカッチャンって言うんだよルルがカッチャンムーちゃんがねということで、はいはい、どんな体験だと、はい、早速やっていきたいです。いくぞよそうですね、やっぱり僕が頂点編から出馬生徒会長とこやってたのでやっぱジョー君には思い入れが人一倍あると思いますので、まあ、ジョー君のデッキで負けるわけにはいかないと思ってますね。勝った君はその歴代の主人公の中でももうかなり人気の高いキャラなのですごいちょっと荷が重いなと感じるところもあるんですけどもこれを背負いつつ全力で勝ちに行きたいと思います。勝った君特にね、まあ、YouTube では特に人気のある主人公だと思いますがまあね、なんで視聴者の方も期待してる方が多いかなとは思うんですけど、まあ、残念ながらちょっとここで敗退していただいてがっかりさせてやろうと思います。ジョー君はジョーカーズっていう新しく生み出したカードを使ってきたりして結構何をしてくるかわからないみたいなところがあってでチアリさんも結構どんなカードを使ってくるかわからないみたいなちょっと共通しているなっていう思うところもあるんですけどでもやっぱりそういうところも勝った君の使うカードの爆発力で押し切って勝ちたいと思います。がっかりさせてやります。ジョー、絶対に負けないぞ。はい、ということで対戦準備ができました。はい。ということで、おデッキがいる。あ、デッキだ。超次元。超次元もある。超次元もある。超次元もある。おーい、超次元か。分かったくん。もうでも大体何のデッキか分かってきたね。確かにね。ほら、こっちもデッキあります。はい。デレデッキ。デッキいますからね。デッキ。あの勝負の途中にカード作るかもしれないんで。確かに。ジョーカーって言えばね。よし。じゃあ早速じゃんけんで先行決めてください。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。はい。だけどムチャ先行。はい。それじゃあ。デバースタートということでねさあということで勝ったあまあまあ勝ったとジョー光り方やばデッキが僕はねデッキ組んだら言ったんですけど、はいはいはい、それぞれ主人公イメージしたね、うん、デッキにしてきましたが、はいはい、勝ったってやっぱ長いんで活躍期間結構そうなんだよ ねそうまあ勝負も長いんですけどもちろん、うん、その勝ったまずいろんなカードあるんでちょっといろいろね切り札勝ったんだから、まあ、勝ったですからまさにまさに勝ったで終わりですまあ勝ったですからはい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 悪くない悪くないだろうよしよしよし、ちょっと今カードの方が読みそう、はい、よし、じゃあモイルデッドソードデッドソードチャージ1枚だからジョーカーズやっぱこれだねジョー君ですからジョーカーズですねで、あ、オッケーオッケーじゃあやったれまん、はい、まあ、やったれまん、はい、やったれまんで、ターンしてるわけですねこれなんか順調そうな、うん、まあ、一番順調よ順調そうな感じモスト順調モスト順調モスト順調順の調順の調はいはいはいグレンリベットおグレンリベットいいね、ブーストがないドローします、はいいや、ちょっと引きすぎかもしれない逆に画用紙にチャージ、うん、画用紙にチャージしたくない、うん、やったよ、ターン終了、はい、マンオブやったれドロ、うん、最強カードマンオブやったれ来ましたね、はいはい、なんか懐かしいっすねこれ ね全体的に懐かしいっすよ、ね、俺ねそれこそ次世代ワールドプレイヤーとかでジョーカーズめちゃくちゃ使ってたんだけどさ、うんはいいやめちゃくちゃ強いんだよねこのデッキ今ジョーカーだと強いっすよ ね僕使ってたとジョーカーズね、うんジョットガンチュラゴン4枚入ってたからなあまあまあ時代がね時代ですねおボルドギチャージボルドギチャージ37からのボールの大地、はい、あボールの大地オッケーオッケーボールの大地ならいいんじゃないドギラゴールでよしよしよしドラゴンなのではいということでモダルで終了ですはいアンタッチしますドローしますふっあーいやこれ強いんだけどさあどういくかさあ強いけど先ほどジョーカーズねまだもうちょいかかりそうですね、うん、次のターン、ね、このターンの次のターンぐらいからちょっと難しいなあんまり埋めすぎたくないなこれいやでもこれダメだよな埋めるか画用心じゃん画用心悩んだ結果の画用心
まあまあまあいいそうだね。今なパーニャです。いや来たーパーニャ、ジョーカーズを真ん中から真ん中上にカードを置きまして、黄金ムーブですね。真ん中からジョ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 、いや黄金ムーブ4枚見て何があるか。うわこれまあこれか、旅路を加えました。旅路持ってきた、加えまして、ここね多分1点なんだよね。1点いった、これは勇気の1点、ね、あ、ないですね。単勝量、まあね、こういうところで受けるデッキじゃないですかね、うん、勝ったんで、ね、ここは読み切ってる、うん、さすが、うん、勝ったら結構デッキ豪快ですからね。そうなんですよ、全部返すか返さないかみたいな、そうそうそう感じの受け方をしますからね。私この1点は結構技ありの1点かも。大事大事、うん、大事大事、はい、さあここですっげえ今ガチの雰囲気、俺の心持ちが今絶対勝つぞ、勝ちたいね。いやいやいや、ジョー君背負ってますから。いや本当だ よ, ですよ。チャージ、チャージ、うんうん、さあそろそろこれ強力なカード使えそうですね、うん、そうね、そうなんですよね、ムーちゃん側も。いやそうなのよ、そうなのよ、この辺からね、ちょこの辺からね。お、サンマナ、サンマナ、エゴリビア、エゴリビア、いやこれいいぞ。おお、いや、まあ、これ俺でしょ。はい、あ、モルデックいっちゃった。まあなんか、マナ自体は結構溜まってきた。今、マナで、まあ、ブーストかな。はい、まあ、メンデ、強いね。なんやかやメンデ。いやー、強いね。あれカツカツちょっといってるな。結構、ちっちゃいカードがマナに行きがちです。終了です。マスターオブディール効果ないですか。マスターバイ、マスターブレボション、はい。あ、マスターブレボリーション、はい。ニオクリーチャーで駆け抜いてるトリガーで、まあ、基本的にはブロッカーかな、受け方としては。ね、ありがとうございます。また来た時はあとクリーチャーでない、まあ、はいはいはい、担当します。あー強い、おっかー、ありがとうございます。これは強いぞ、盛り上がってきた、急に盛り上がってきた、これはね盛り上がってまいりました盛り上がってきた。チャージはいらないか、これチャージはいらない、いらないか。やったレバンで、1マナ軽減されてます、うん、で相手のマナに、自然水火三分くらい、読むやん、読むやん、光もあるから、光もある、光もあるやんけ、あるやんけ、光もあるやんけ、あるやんけ、話変わってきたって、あるやんけ、テンションやばいちょっと待って、そう、あ、まあでもいいか。いやでもちょっと待ってよ、だとしたらマナチャージあるか、マナチャージあるか、チャージあるか、お、いやチャージするとでもな、一か八かになっちゃうんだよねこれね。話してる、ジョー君の話してる、もしかして、心の中で、いや、どっちがあるんだろう。いや、これで十分だと思うんだよな、だと思います、十分いや十分だ、誰が喋ってる、チアリが誰か喋ってる、これ十分、宿ってる、宿ってる、だから8から1軽減、1マナで出るわけでしょ。いい、ジョーク、ジョークやるから、これこんなマナあるんだよ。いや、これ、おめたくねえけど、ジョーク、もうちょっとなんかね、切り札を信じただけだったから緻密な計算とかそんなにしなかったっけ、しないや、これワンチャンスだな。いや、上振れを狙いたくなってしまう上振れを狙いたくなってしまう、心の声が、まあ、上振れ狙うのは意外と状況っぽいかもね、うん、上振れを狙いたくなってしまうが、いやでもこれ安定で勝てる気するんだよな。安定で勝てる、安定で勝てる、安定で勝てる、いや待って、いや違うか、一応、いや上振れるか、お上振れた、いやこれね、多分上振れを狙おう、アイアンマンハットチャージ、チャージ、4マナから1マナ軽減されてます。5マナで画用紙、はいはいはい、うん、で2枚引きます、2枚引いて1枚捨てる、うん、まあまあまあで捨てて、さらに2枚ドロー、すげえなこのカード、で2枚ドロー、このカード強いぞ、あーないか、まあなくてもまだある、なくてもまだ、でもまだある、1マナ、やったりマンの軽減とそっちに4分目あるので、きたー、ジョリーザ・ジョリーファイナル、ファイナル、さあ、そしてファイナルは相手に向かってアタックすることができるので、来ましたね、長い主人公にもアタックできる、ね、そうね、うん、シールを向かってアタック行くときに、行くときに来た、あ、待って、まずアタック時の効果があって、ね、で革命チェンジがあります、はい、で、アタック時の効果でエコールピアを、これは山札の一番下だね、はい、下だね、はい、革命の1枚ずつ置くと、さらに J の旅路、 J の旅路、1枚引いて1枚捨てます、はい、で、出た時の能力を使うことができますと、はい、1枚引いてキングザスロット、往年の動き、3枚見て、全部ジョーカーズなら、これね、1枚だけジョーカーズじゃないかとかあるんだけど、怖い、いや、ちょっと待って、でも、あ
ジョットガンジョラゴンまで来たな。ジョラゴン来たけど、まあまあまあ、とりあえずジョットガンジョラゴン出しましょう。はいはい、これすごいな。残りは山札の下に来ますと、はい、ダブルダブルレイク。ここ何もこないよ、いいな。カッツキングがあれば、カッツキングがあれば、あるあるんかい。まあしょうがないな、出た時。なるほど、これは強い。さすがカッタ君、さすが、さすがですが、しょうがないな。はい、うわー、まあ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 、いやでも熱かった。しょうがない、いやまだ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 あるから、振りが、いやーしょうがない、いやねー、してなかったんだよな。ドラゴンが当たりできるんですね。ドラゴン当たりできるんですね。さすがにドラゴンはやばそう。ちょっと願い者だけできないから、やったらパリかな。そうね、うん、じゃあパリです。おいったパリね。ない、ない。まあ削っとくのは確かに。ここ行っていくかですね。うん、ここ行って何かで行くか。お、はい、行った方が良さそう。5、5、5、5、5、5、ない。単身の。おー、熱い展開。言うてジョーカースも受けはあんまないんだよね。いや、なかった、やっぱ。いや、いやいや、でも良かったよ。じゃあ、ジュラゴンが繋がったからね。ジュラゴン見えた。いやー。まだまだまだ、セブンセブンとかあるから。そう。お、ある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 かな。先生以外取り交わってなんだ。そうあるか、まあ結構あるからね。入ってるか入ってないか、入ってるか入ってないからね。7マナ、7マナ。さあこれは相手も何もなければいいね。何もなければいい。挑戦流派モルデク来たー。やはりモルデク。はい、やましたー。はい、相手何つけますか。まあ、うわ、来た、戦略的ハートバーン。ハートバーンがあったからね、まあ、ハートバーンでいくと。ないかなと思ったんだよな。バトガイでもないと。そう、ハートバーンがあったからね、マンハッタンだと止まんないかなと思ったんだ。確かにね、確かに。マンハッタンでもハートバーンじゃダメなのか。そう。なるほどね。これもやりきらないと。うん、やりきる。やりきれるよ。もう、いけ。特に何もなく、もうハートバーンで突っ込んで削りきる。やめてください。これぞ勝ったくん。アタックを得ているから、はい、アタック、ここどこにいるか、はい、ここ、はい、とりあえず学ぶそうで、アンタップは今ここで弱くされましたね。アタックの後にアンタップします。す、はい、なんもないで、なんもないです、なんもない、なんもない、アンタップでしたときにハートバーン、よいしょー、よいしょー、はい、で、で、トリプルがあれですね、3で勝つ気も出てくるな。そうですね、そうね、気合で3点、気合の3点、気合の3点、はい、ガッスッ、あー違う、あー何にもない、あーあー、だったんここか。オルトネクストでダイレクトアタック、ありがとうございました。あー、いやー、いや、いい勝負だったけどな。いや、いい勝負だったけどな。なかったか、1枚ひっくり返りましたな。ひっくり返った。そうねー。はい、ということで、はい、今回この後は、はい、一回ジョーカーズの、はい、負けたジョー君のデッキの方を見ていきたいと思います。はい、いくぞーやっ、はい、ということで、紹介です。はい、ということで、これが僕が使った、はい、ジョーカーズでございます。ということで、デッドマンさんが今回は組んできてくれましたと。はい、ということで、じゃあちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい、まあ、これもちょっといろいろ悩んだんですけど、まあ、ジョー君もね、やっぱ結構歴史長くて、いろんなデッキまで使ったんですけど、ね、まあ、みんながジョー君をイメージしたときに、まあ、一番イメージするようなデッキ、うん、ということで、ちょっと今回、まあ、無色だゼロ分明単のジョーカーズ、あー、ジョーカーズを持ってまいりました。いやいいね、いや、まあ、かなりもうやることはこう皆さんご存知かもしれないですけど、うん、改めてちょっとおさらいしておくと、はいはい、まずはこのヤッタレマンとかパーリナのマナ加速、うん、マナコストゲームが始まります。コストゲームね、いや、これも結構衝撃だったけどね。いや、いいんだって感じ。自然じゃないからね、こいつは。そうゼロ分明でコスト軽減とかパーリナとかね、マナ加速だもんね。さらにこの画用紙っていう、うんうん、ドローにつなげるっていう、これも全部ゼロ文明で関係してるっていう、いや、すごいよね。これもなかなか衝撃的なスタートでございました。すごいカードですね、はい、で、その後に何かっていうと、この革命チェンジ、はい、ジョギラゴン&ジョニー、ジェル旅人、旅人、これを出していって、デタジョギ能力を使おうということなんですね。で、デタジョギ能力を使う先としては、もうこのキングダスロットン、うん、なんかタダ出しできるとか、デッツソード、ね、除去で、マンハッタンのブレイクプラス、うん、召喚を縛る、うん、そういう感じの効果を使っていって攻めようと。なるほど。で、結構前のめりのデッキというか、うん、そういう感じでございますが、もう一つポイントはこのね、ジョニー・ダッシュ2ファイナル、ファイナル、このカード無法すぎるだろ。いや、強いね。相手の分明の分だけ軽くなっていって、うんうんうん、
まあ、トリプルブレイクのすごい打点かつ、はいはいはい、こっちにチェンジもできるっていうね、うん、なるほどね、まあ、戦略がかなり格上になってくれるカードでございます、うん、この辺をうまく使って、まあ、革命チェンジ絡めてガンガン攻めていこうというね、うん、履歴でございます。なるほどでございます。はい、ということで、どうでしたよね。いや久しぶりにジョーカーズ使ったね。確かにマジで純正な感じの、そうこういうこのピタッとジョーカーズだけでこう、うん、やったれパーリー、ニヤリだけ入ってるね、うん、ニヤリだけ入ってるけど、まあ、それ以外はもうほぼジョーカーズだけで構成されてるジョーカーズ久しぶりに使いました。やっぱ楽しいね。そうだね、爽快感が懐かしいもんちゃった、うん、いやでも久しぶりに使うと、うん、あの僕が使ってたのはさっきも話したけど、このジョラゴン4枚詰めた時期だったから、うん、ああなるほど、だちょっと手順が違ったよね。なんか確かに確かに、これを準備して5を準備して革命チェンジしなきゃみたいな気持ちにはなってました。はいはいはい、うん、でもやっぱ強いですね。ジョラゴンもねめちゃめちゃ一時で気づきましたからね。いやまあそうだね、うん、まあ、ループもしたしね、うん、そうした普通にワンショットもできるし、そう、うん、いやなかなか面白いカードですかね、これがね。ございました。いやというわけで、はい、まあ、ただ残念ながらこれが負けてしまいました、はい、なので明日、はい、明日の対戦がなんと負けてしまった2人の対決、はい、3位決定戦をいたします。ということで1回戦では惜しくも負けてしまったサクさん、はい、そして、僕のね次からジョーカーサクさんが使う勝負のデッキの対決となります。皆様ぜひお見逃しなくどうぞ、はい、お願いします。楽しみですね、はい、その後には4日目、はい、決勝戦、はい、今勝ったムーちゃん、はい、そして昨日勝ったデッドマンの、勝ったくん VS ウィン、やってウィンくんの対決もありますので、そちらの方もお楽しみでございます、はい、ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバイ。バイバイ。ジョー様。